フィル・スペンサーはアメリカの企業重役であり、現在マイクロソフトでゲーミング担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントを務めている。XBOX ブランドの原責任者であり、マイクロソフトでゲームを担当するグローバルなクリエイティブチームとエンジニアリングチームを率いている。スペンサーはワシントン大学で学士号を取得しており、 現在エンターテインメントソフトウェア協会とパレセンター法メディアの役員を務めている。スペンサーは1988年にインターンとしてマイクロソフトに入社し、マイクロソフト発の CD-ROM ベースのタイトル開発の手動、マイクロソフトマネーの開発マネージャー、マイクロソフトワークスやマイクロソフトピクチャーアイトなどのマイクロソフトのオンライン及びオフラインの 消費者向け生産性製品のゼネラルマネージャーなど多くの技術的な職務を歴任してきた。スペンサーは2008年までマイクロソフトゲームスタジオエメアのゼネラルマネージャーとしてマイクロソフトの欧州のデベロッパーやライオンヘッド、スタジオやレアなどのスタジオと協力してきた。同年にマイクロソフトスタジオのゼネラルマネージャーになり最終的に1年後に スタジオのコーポレートバイスプレジデントに昇格した。2010年からは、マイクロソフトの E3 カンファレンスに参加している。2014年3月下旬、サティア・ナデラは社員向けの電子メールで、Xbox、XboxLive、XboxMusic、XboxVideo、マイクロソフトスタジオを一つにまとめた新たな部門の責任者に、 スペンサーが選ばれ、同部門が副社長のテディ・マイヤーソンが統括するオペレーティングシステム部門の直属となることを明らかにした。2017年9月、スペンサーは上級幹部チームに昇進し、ゲーミング担当エグゼクティブバイスプレジデントの肩書きを得て、CEO のサティアナデラの直属となった。2018年、スペンサーは2018ダイスサミットで、 基調講講演演を行い、2018年のザ・ゲーーム、アワーズで講演した。スペンサーは、Xbox とゲーム部門の両方を引き継いで以来、クロスプラットフォームでのプレイを提唱しており、また Xbox プラットフォームへの介護管制の再導入、モージャンとベセスダの買収、マインクラフトのさらなる開発とサポート、Xbox ゲームパスの導入、Xbox アダプティブコントローラーの発売、 PC ゲームへの注力の強化、Nintendo Switch のサポート、ズクラウドのローンチ、ファーストパーティの開発スタジオ数の増加などの主要な取り組みも開始した。ありがとうございます。